はい、どうもこんにちは。今回は草刈りとか、植木の伐採処分とかですね、そういうお仕事の手間代ですね、お仕事の報酬のお話をします。こういう仕事ってね、僕も近所の人とかに頼まれたりとかねして、草刈りをやったりとか、あとこの植木の伐採とかやったりするんですよ。で、見積もりを出したりする場合もあるし、これぐらいかかりますよって言います。でね、その料金は自由なんですけど、こう高いんじゃないかなとか思われちゃうの嫌なんですよ。で、それでね、このこういう業界っていうか、外仕事、草刈りもそうですけど、その報酬ですよね、これがね、他の業種とちょっと違うんですよ。例えばまあちょっと極端ですけど、野球で大谷選手っていますよね。大谷選手ね、野球が上手だからいっぱい給料もらえるわけですよ、ね、契約金とかなんか報酬をいっぱいもらえるわけです。上手にやったからいっぱいもらえると。まあ基本的には他の仕事でもそうであるべきなんですよね。ところがね、この草刈りとか木の伐採とかね、上手にやればやるほど早く終わるんですよ。で、早く終わると報酬がね、もらいにくい傾向があるんです。例えばね、まあ、見積もり出す場合にしても、この植木の伐採でこの枝とかなんかを全部処分するんですけど、これなんかも例えばトラック1台いくらいただきますとか、そういう感じで見積もり出すんですよ。でこれはトラック2台ぐらいになっちゃうからいくらですねとか、まあ文書で見積もり書っていう形で作ったりするんですけど、これ上手にねトラックへ積み込めば、2台、下手な人が2台になっちゃうと、こう1台でできるんですよ。で、まあ、それで、ね、これ、ちなみに、自分家の土地で、自分家の木で、全部自前で処分してるんですけど、これなんかもね、この、枝ってものすごくかさばるんです。で、まあ、ね、軽トラックに積むとかね、そういうのやったことある人であれば、すぐ分かるでしょうけど、もう細かく切ってね、丁寧にやらないとほんの少ししか積めないんですよ。切ってね、立ってる時は小さく見えるけど、倒してみるとね、ものすごくでかいんですよね。で、結局ね、これをまあ、これ2トン車この後積み込むんですけど、この2トン車にたくさん積み込むコツっていうのがあって、まあそれは、この木のね、太い部分と枝の細い部分ありますけど、まず枝の細い部分を平行に揃えて積み込むんです。なるべくね、この今回はこのユンボのハサミっていうのを使ってますけど、このハサミで圧縮するような感じにして、しかも平行にしてトラックにまず入れて、それで荷台がいっぱいになってきたら、最後にこの太い幹の部分を積み重ねていくんです。そうすると下のね、細かい枝の部分っていうのは、いっぱい積んだつもりでも上重いものを乗せると沈んでくるんですよ。でさらにいっぱい乗せられるっていう感じで、結構ね、手でやっても同じです。手でトラックへ積み込んでもね同じなんですけど、やっぱ細かい枝から、平行にして、トラックの進行方向にね平行に積み込むと。それで丁寧に積み込めば積み込むほどいっぱい入ると。で上に太いのを重ねていくって、そういうのがコツなんですけど、まあそれね、結構雑に積んじゃうと本当半分ぐらいしか積めないんですよ。だから、このね、あとこのね、最後にこの白の木っていうんですけど、これをこう上乗せたりするんですけど、上手にやる前提であると見積もりも安いし結果も安いと。そういう形になります。で下手な、一生懸命やってもね、一生懸命やったり一生懸命やらない人ももしかするといるかもしれないけど、
下手にやると見積もりも高くなるし、最終的に支払いも高くなってしまうんですよ。これっておかしくないですか。で、あの結構あるんですよ、これ。あの草刈りでもそうなんですよ。あの太陽光発電所のね、草刈りなんていうのを僕もやってんですけど、で最初その接種さんの要望としては年何回やってほしいとか、そういう形だったんですよ。それで1回あたりいくら払いますっていう形だったんですけど、もうそれはあの年間で、いくらっていう形にしてくださいってお願いしました。あの年に何回もやりますからってことで、で年ね、3回とか4回とかそういう回数にこだわらず、あのパネルに草がかぶらないように頑張ってやりますから、年間いくらっていう形でくださいってお願いしたんですよ。でそういう方法どうしてやったかっていうと、それ草っていうのはあの年間2回やろうが4回やろうがそれほど手間が変わらないっていうのを分かってるからなんです。あの例えば草刈り機も朝で草を刈っても草ボーボーのところだとスピード落ちちゃうんですよ。ところが年4回ぐらいね、草刈り機マサオで買っていくと軽いんですよ。でスピードも出るんです。安全だしね。その後は刈払機になるともっと差がつきますけど、だからあの年間いくらでやらせてくださいって形でお願いして、そうやらせてもらったんです。それで結局ね、それでご了承いただいて、でそうするとね、いつもその太陽光発電所が草が生えないっていうか低い状態になってるんですよ、結果的にね。それがまあウィンウィンの状態っていうかね、その摂取さんの方も発電効率が上がると思うんです。草がね太陽光パネルにかぶらないので、で、そういう形でお願いしたんですが、まあまあ、あとねもう一つの例は、僕植木を掘るのが仕事なんですよ。植木を掘って売るのが仕事なんですけど、まあ、たまに庭の植木を掘ってくれって頼まれるわけです。でこれなんかもね、自分で掘って売る場合には早く掘った方がいいんですよね。上手なほど早く掘れるし、早く掘った方がお金につながるわけです。1日何本も掘れますからね。だけど庭木動かしてくれっていうのね、これなんかゆっくりやったら、ゆっくりやるとお金結局売り上げ上がっちゃう形になるんですよね。あとね、このユンボとか持ってくとね、実はユンボとか持ってって植木を掘ると無駄な土まで動かしてしまって、意外と能率悪いっていう時あるんですけど、それでもね、あのお客様監視するんですよ。ユンボとか持ってってで掘ると、その土の山がでかくできてね、穴が大きくて、でそういうの見てね、いやこれは素人にはできないな、いや頼んでよかったよみたいな感じですごい喜んでくださるし、あのお金ももらいやすいんですよね。それがまあ鉛筆っていうスコップみたいな一丁でね行くと、え、なんで簡単に終わっちゃったじゃんみたいなこと言われる時あるんですよね。でね、それは悪気がって言ってはないかもしれない、褒める意味で言ってるのかな、どうだか、ちょっとそれは微妙なとこなんですよ。え、こんなに簡単に、そんな単純な道具一つでできちゃうのに、こんなにお金かかんですかみたいな、そういう捉え方されたら嫌だなと思っちゃうんですよね。本当はね、そこが一番腕の見せ所なんですよ。大きな機械に頼らず、小さな道具一つでね、植木とか掘ったりするのが腕の見せ所なんですけど、それをね、まあくどくどお客さんの前で説明するのも嫌だし、そういうね、結構ねこう逆転現象ですよね。あの下手なほど結果的にお金をたくさんいただいてしまうっていう逆転現象が起きてしまって、あとねお客さんもそれに、まあね、お客さんもあれですよね、草刈りのね、頼むにしてもやっぱ年間単位で頼んでいただけたらすごいね、お互いウィンウィンの
あれになれると思うんですよ。やっぱりね、この間聞いたのでは、時間給でもらってるっていう人もいましたね。でもただやはりね、お客さんなかなかそれをの草刈りね、何回もやれば楽なんだ早いんだっていうのをなかなか分かっていただけないらしく、年間1回ね、で狭いとこをものすごい山、草の山作ってますね。でその草の山も撤去しなくちゃならないんだって言って、後で軽トラで運んでましたけど、やっぱりね、それなんかも年4回やったら草運ぶ必要なくなるんですよね。でまあトータルの金額ではどうだか分かんないですけど、まあとにかくね、まあ1年中綺麗でいることは確かですね。でトータルの金額も4倍はかかりませんから、多分ねそれほど変わんないと思いますよ。年1回も4回も時給にしたら変わんないんじゃないかな、そんな感じがしました。で、ね、これもその典型なんですよね。この本当ね、こう捨てる仕事難しいんです。これをね1台で終わすか2台にしてしまうか、あこれねこうやって圧縮してるんですけど、このユンボで押さえつけてるんですけどね。でこれも、元々がね平行に積んでないと圧縮できないんですよ。で最後に丸太みたいのも積み重ねて、で山のようなんですけど逆に安定するんですよね、でこういう感じでね、まあこれは自分家のですから、まあある意味適当に、ある意味一生懸命やったんですけど、いつもね僕はそのいろいろね、お金も欲しいです、正直ね。お金も欲しいけど、お客さんにそのこれがいい仕事だっていうのが分かっていただけるのが一番なんですよね。あとね、草刈りを本業とされている方もいると思いますよね。あとあれですね、公共事業に関しては面積いくらでやるんで、結構ねすごい金額になっちゃうんですよね。それに合わせて民間でお庭の草刈りってなかなか僕ね、なかなか僕には自信がないんですよ、それだけもらうね。だけどまあ場合によってはそうですね、そのぐらいかかっちゃうかもしれないし、それ以上かかっちゃうとこもあるかもしれないしね、まあそういうね難しいんです。本当これよほどね、お金に関しては大リーグの野球選手の方がよっぽど楽なんですよ、簡単なんですよ。この草刈りとかこういう伐採とかね、こういう仕事はね非常にねモヤモヤした気持ちを持ちながらのやってる場合もあるんですね。でまあこれ見てる方、その、ね、やる側の人もいるかもしれないです。ということでね、ちょっとまとまらなかったですけど、こういうね草刈りとかね伐採のお金の話でした。